ヤッホーどうも、トツです、ただいまですね、見えますでしょうか、5月の10日水曜日0時2分です。寝ようと思ってまして、思いっきりもう肌着とかなんですけど、来たね、アルバムが、セカンドアルバム、ココナッツですか、これは。ココナッツで合ってるんかな、ココナッツ多分合ってるか。2023年7月の19日アウトということで、これビジュエグいぜ、やばい、花菓子の髪色やばくね、これ。すごい、ちょっと保存します。はい、ちょっと詳細がこちらということで見れますんで、ちょっと見ていきましょう。1年8ヶ月ぶりセカンドアルバムココナッツを7月19日水曜日にリリース決定と。ああ、真夏を象徴する自称ココナッツ、夏をテーマとしたコンセプチュアルなアルバムになっておる、そういうわけだそうです。はい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 。収録内容とは追って発表、お楽しみに、音符ということで、こりゃまたどでかいのが来たね。ツアーが始まるのが佐賀、7月の1、2ですね、多分ですね、ここでなんか新曲歌うと思います。はい、てかまあ多分そもそもいろいろ情報が出ていく中で、まあトレーラーとかが多分出ると思うんですよね。まあアルバムがリリースされる前にライブで多分披露されると思います。はい、羨ましいですね、そんなんね。すぐ聞きたい。で、今回も、初回 A、初回 B で通常版という形で、初回 A が CD プラス DVD。うわ、シリアルナンバー入りチラシ封入って書いてある。これもまた始まりますね、戦いが。トレカが入ってて、ブックレットと DVD。で、初回 B が、シリアルナンバー入りチラシ、トレカ、かあで取り下ろしフォトブックレットね。はいはいはい、これがね毎回いいんです、皆さん。これマジ毎回いいから、ブックレット系はマジでね手に入れといた方が丸です。で、通常版が、シリアルナンバー入りチラシ、トレカ、あ、これも歌詞ブックレット封入、まあこれ一応仮なんで、まあどうなるか分かんないですけど、まあこういうのがあるよということですね。で、ウィジュ版、ああはいはい、ファンクラブ版ですね。ファンクラブ版がソニーミュージックショップのみで販売されまして、これみんな分ですね。一人ずつのやつがまた発売されると。このファンクラブ版は今話した初回 A、 初回 B、 通常版、これとは収録曲数が異なるそうです。だから多分こっちのファンクラブ版の方には、新曲だけとかじゃないかな、新曲と新曲の歌詞ないバージョン、メロディーだけのやつとかなんかな、になるような気がします。で、そのファンクラブ版には各メンバーバージョン、トレカ3種類のうち1個ランダムと、仮でブックレットが入るよと。で、予約はこちらということで、本日ですね、5月10日水曜日の10時以降始まりますね。うん、やっぱ来たでしょ、アルバム。やっぱ来ちゃうよね、そりゃそうですわ、来ちゃうよ。だって絶対最近忙しかったもん。まあ一個辛いのは、発売と同時に僕は手に入れられないということですね。実家に届くように多分手配するんで、僕は手に入れることはまあ少し先になるでしょうということですが、だから今回ツアーはまあこうアルバムが出たということで、曲が増えてパワーアップしているということでしょう。はい、ということで、寝ようとしたら特大ニュースが来たので動画を緊急で回したという動画でございました。セカンドアルバムココナッツ、7月の19日です。素晴らしいですね、この夏は。では皆さん、次の動画もお楽しみに。